ビ。あの時受けてさえいれば、受けてさえいれば後悔しなかったものの。月さん、起きて、起きて。あ、急いで受けないと。今日の探しテレビは、年に一度特定健診を受けようの話題です。ご案内は佐賀市役所保険年金課の健診兄さんこと高田さんです。お願いいたします。お願いします。どこも痛くないし自分は大丈夫と思っているあなたにこそ受けてほしい特定健診。特定健診は糖尿病や高血圧症など生活習慣病の予防のための健診なんです。生活習慣病は脳卒中や心筋梗塞などの命に関わる重大な病気を引き起こしかねません。だから年に一度は特定健診。特徴その1、いつでも受けられる。佐賀市では毎日健診と題して月曜日から金曜日まで年間263日実施しています。特徴その2、すぐ近くで受けられる。佐賀市内には受診できる医療機関が130もあり、あなたのかかりつけ医療機関で特定健診が受けられるぞ。特徴その3、組み合わせ健診ができる。例えば大腸がん健診をプラスするとか前立腺がん健診をプラスするなどの組み合わせが可能なんです。特定健診はお笑い芸人同様受けることが大切なんです。特定健診は佐賀市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方が対象です。お問い合わせは0952-40-7270 まで。やっぱり受けていてよかったわ。未来の自分のために特定健診を受けましょう。